ンとリュウの2人はおはよう忍者隊の仲間とはぐれてしまった。クソ、身動きが取れない。ジョーたちを呼ぼう。ジョージョー、ダメだ、繋がらない。携帯の方が早いぞい。まあそうなんだけど、冷めること言うなよ。なんて言えばええじゃろか。ケンと2人で行動中、事前に決めたポイント A 地点まで迎えに来てくれ、そう伝えるんだ。わしに任せにしよい。留守電だぞい。マジで？あ、もしもし、リュウです。お疲れです。今わしはケンと一緒におって、あんま動くとあれじゃろ。なので今から言うところにあれしてほしいんだけども。あ、切れたぞい。下手くそ、まとめてから喋れよ。ケンと二人でいるから A 地点まで迎えに来てくれ、これでいいんじゃん。わしに任せにしよい。あ、もしもし、リュウです。今大丈夫じゃろか。あ、留守電だか関係ないか。すまんすまん。じゃな、手短に言うと、まあ要するに A 地って、あ、あじゃねえよ、もう行かせ。わ、油すげえ。ガッチャマン、次元爆弾をセットした。何？やだマジじゃん。あと5分でドカーンだぞ。さらばだ。どうしよう。ケン見ろ、赤いコードと青いコード、どっちが起きれば爆弾は防げるぞい。どっち？クソ、わからない。赤か青か。赤だぜ。わあ、合ってたぜ。すげえ。ありがとうジョー、すごいな。なんで赤ってわかった？なんとなくだぜ。なんとなくって、なんかあったでしょ、決め手が。ないぜ。またまた、ないわけないじゃん。ないぜ、勘だぜ。え、あの状況で単に勘でコード切ったの？そうだぜ。間違ってたらどうすんだよ。合ってたぜ。いや、そうだけど。ちょっとちょっと、見てたわよ。何そいつ、何の相談もせずに連れてきたわよ。5分あるって言ってんのに。もうちょっと考えるとかさ。でも合ってたぜ。そうだけど。人間いつか死ぬぜ。そういう話じゃなくて。ガッチャマン。南部博士に新しい装備作ってもらったんじゃ。ゴッドフェニックスに運び込むの手伝ってもらえんじゃろうか。あ、いいよ、これをゴッドフェニックスに詰めばいいのね。そうじゃ、そっち持って。オッケー、行くよ。よっと、じゃあ持ってくぞ。せーの。ちょ待って待って、指が、持ち直したい持ち直したい。一旦置こう。よいしょ。ふう、すまんすまん、浅く持っちゃって。じゃあもう一回ね、せーので行くよ。せーの。違う、せーので。え、何が？いっせーのじゃなくて、せーので。重い。一旦置こう、一旦。いや、ちゃんとやってくれよ。すまんすまん、わし今いっせーのって言った、ごめん。じゃあもう一回な、せーので行くよ。せーの、よっ。どっち持ってく？右？左ね。違う、左じゃって。左こっちじゃん。違うじゃろ。え、どっちから見て左？知らねえよ、ふざけんなよ。一旦置こう、一旦。ちゃんとやれって。だからすまんて。だいたい何が入ってんだよこれ。こち亀全巻コンプリートで入っとるぞい。積むな、そんなもん。正義のヒーローケン君が鎖に繋がれています。横には5分後に爆発する爆弾があります。そこへジョー君たち4人がやってきました。この時ケン君の言うべき正しいセリフは何だ？はい、俺に構わず逃げろです。正解、よくできたぞケン。ありがとうございます。それじゃあジョー、それに対するジョー君の正しい行動は、1、時間ギリギリで鎖を外す、2、爆弾を止める、3、本当に構わず逃げる。3番の構わず逃げる。もう一度よく考えてみろ。ケン君は俺に構わず逃げろと言っているけど。3番、構わず逃げる。それじゃ俺が死んじゃうかもしれないじゃん。人間いつか死ぬぜ。そういう話じゃねえじゃん。ヒーローはギリまで頑張るもんじゃん。頑張っても頑張らなくても死ぬぜ。仲間だろ。1人死ぬけど4人生きるぜ。いや、そうだけど5分残ってるんだからさ。5分で安全な場所まで逃げるぜ。俺は、お前のことは忘れないぜ。私も。僕も。私もだぞ。そういうことじゃなくて。
諸君、画期的な新装置を開発した。一体何ですか博士？正義の味方サウンドマシーン。正義の味方サウンドマシーン。諸君が正義の味方らしいかっこいい発言をすると、自動的にセンサーが感知し、ドラマチックな正義の効果音が鳴るのだ。どういうことですか？地球の平和を守る、それが我々の使命だ。おお、かっこいい。キャラクター許さん。うわ、超盛り上がる。くだらない、超どうでもいい発明じゃん。どうでもよくないだろ、ジュンも言ってみろよ。いいよ。言えって。いいって言ってんじゃん。え、今ので鳴るのおかしくない？でもなんか気持ちよかった。わしの向いてない甘栗がない。今それ関係ないだろ。でもドラマチック。ごめん、向いちゃった。お前か、ジンペイ。いや、だから西岡すみ子だよ。もうやってられるか。ガチャマン。みんな、ギャラクターを叩きのめす決定的な作戦を考えついたぞ。おお。昨夜寝ずに考えたんだが、作戦は一刻を争う。聞いてくれ。何だ？まず奴らが現れたら。どうしたの、ケン？ん？いや、なんでもない。しっかり聞いてくれ。何だ？まず奴らが現れたら。ケン？いや、なんでもない。もしかして今寝たのか？バカ言うな。寝るわけないだろ。ちゃんと聞け。まず奴らが。ケン？鼻が鳴ったよ。は？何寝ぼけたこと言ってんだ。お前じゃろ。いいから黙って聞いてろ。まずキャラクターの。お母さん。もう今完全に寝た。何お母さんって。は？言ってねえし。言ったじゃん。だから寝言は寝てから言え。お前じゃろって。とにかく俺が言いたいのは。何？今日はもう解散。おやすみ。おはよう忍者隊は真剣に話し合っていた。キャラクターの弱点は一体何なんだ。意見があれば言ってくれ。何も意見がないのか。何でもいい。リュウ、なんかないか。これはあんまり関係ないかもしれんが、一つ気になってることがある。構わん、教えてくれ。よくケーキの上なんかに小さい葉っぱが乗っとるじゃろ。あれは食べる人が多いんじゃろか、食べない人が多いんじゃろか。それも本当に関係ないな。だから言うたじゃろ、関係ないって。しかし言われてみれば確かに気になる問題だ。博士、さっき買うてきたチーズケーキの上にも乗っとるんじゃ葉っぱが。わし食うたことないぞ。私食べるよ。マジで？じゃあ食べる人、食べない人。ケンは？食べないけど。結局女子どもの食うもんじゃろ。何その決めつけ。いつも何でも食べるくせに美味しいよ。いやじゃ、苦手なんじゃパクチーは。は？パクチーじゃないよ、ミントだよ。そう、パクチーじゃないんか。そんなわけないじゃん、試しに食べてみてよ。じゃあめず、葉っぱじゃいこんなもん。ガチャマン。ケンとリュウの二人はギャラクターの秘密基地に潜入していた。よし、内部を探るぞ。リュウ、物音を立てるな。ラジャー。待て、何か音がする。気のせいか。よし、行こう。待て、何の音だ。おかしいぞ。大丈夫か。行こう。ストップ。なんだこれ。全くわからんぞ。わ、お前の鼻が鳴ってんじゃん。え、わしの鼻が。お前喋んな、つか息すんな。そんな無理言わんでくれ。わかった、わかったから。鼻噛め、気づかれちゃうだろ。鼻噛めばいいんじゃな。だあ、静かに。はあ、噛み終わったか。バッチリだぞ。音でかくなってんじゃん。そう言われたってわしも困るぞ。何言ってるか全然わかんねえ。わしも困るって言ってるんじゃ。わかんないって。もう一旦引き返すぞ。鼻で返事すんな。今日
今日はお正月らしく正義の味方カルタを行う。正義の味方カルタ？何ですかそのかっこよさそうなカルタは。読み札は全て正義の味方のことが読まれているのだ。そんなカルタがあるんですか？実は剣が喜ぶと思って忍者隊のみんなに考えてもらったのだ。そうだよ剣、みんなで考えたぞい。マジでありがとう。なんかごめんね。では早速始めよう。よし負けないぞ。悪人を叩いてストレス解消だ。ね、はい。おー、カッツェをやっつけてる俺じゃん。いいね、正義だね。次、正義とか悪とか正直厚苦しい。はい。おー、ん、厚苦しい。次、ヒーローと自分で言っちゃうその神経。その神経？ケン、そこそこ。はい。おー、この絵札さ。次、リーダーになりたがるやつみんなバカ。ケン、ケン、そこそこ、そこそこ、そこだよ、そこだよ、そこに。もうやんね。日本テレビババノリコです。ガッチャマンの独占取材に成功しました。大鷲の健さん、キャラクターとの連日の戦い大変そうですね。ええ、大変ですが、ババさんみたいに綺麗な人にインタビューされるとやる気が出ますなあみんな。とんでもないです。ところでですね、ババさんってテレビで見るより綺麗ですよね。ありがとうございます。テレビだとほらちょっときつい感じがあるっていうか。ジュン、そういうのって損ですよね。それでお伺いしたいんですけれども、おいくつなんですか？じゅん。いいじゃん別に聞いても。おいくつなんですか？37です。あ、思ってたより2個言ってた。妖精って。なんで？すごい綺麗だから驚いてんじゃん。私37の時そんな綺麗でいられる自信ないです。ありがとうございます。先すぎて全然イメージ湧かない。やめろ。ちょっとみっともないぞ。ババさん、僕ら全員ババさんのファンですから。そう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 。じゅんさん、なんですか？よく見るとうっすらヒゲ生えてますけど。厳しい。ガチャマン。キャラクターの関西での動向をつかむため南部博士が大阪に調査に向かった。おー、中継をつないでみよう。南部博士、南部博士。毎度南部や。キャラクター班の動向を探る言うて大阪まで来ております。人遣い荒いで自分ら。ほんまかなわんで正味な話。博士。お、わいが何話の南部や。どないした？いや、その言葉はな。すまんすまん、潜入調査やさかいバレへんように思て関西弁みっちり稽古したったら抜けへんようになってしもて、すっかり大阪人や。全然できてない。聞いててイライラするぞい。博士、ギャラクターの報告をお願いします。わかっとるがな。せかすなせかすな、今優雅なキーボー。キーボーって誰ですか？わしもギャラクター班の情報を集めなあかん思てやな、あちこち回ったがな。お邪魔しまんにゃわ言うて、ほしたらびっくりしたわ。何があったんですか？止めず剣歩いとった。博士、ギャラクターの情報を。今言うがな。ほな報告させてもらいます。ここ大阪でのギャラクター班の新情報は一つもおまへん。ズコーン。